こんにちは、若松宗男チャンネルでございます。今日はですね、藤あや子のことをちらっとお話ししたいと思います。たまたまね、NHK のテレビを、あるところで見てました。見てたらね、ちょうどなんていうの、こう作曲家の先生と一緒にねやる番組があって、ある歌が、ね、詩が、ワンコーラスくらいこう、ボードに書いてあって、それで作曲家の先生がその前でピアノを弾いて、それで素人の方が、その作曲の先生に教えてもらいながら、また自分が歌ったところを直してもらいながら歌うっていう、そういう NHK の番組がありましてね、たまたまそれを見てたんですよ。そこにね、まあ当時は藤あや子っていう名前じゃないですけれども、彼女が出てたんです。で、ああなかなかいいなこの子はね、えなんか歌もしっかりしてるし、なんかちょっとこう民謡っぽい感じもするしということで、それで翌日ですかね、NHK に電話をいたしまして、まあ当時はねそんなに個人情報とかうるさくないからね、あのソニーのあのプロデューサーの若松ですって言えば、ああおんちゃん何とか言ってね、すぐねそれはもうどこもここも全部教えてくれたわけですよ。で、すぐね本人の電話聞いて、で電話をして、でこういうもんだけどもって話したら、あありがとうございますとか言って、いや実はね、あの第一さんからも話が来てるんですよ。何、第一さんって第一プロって言ったら、あそうですって言って、あそうなんだと思って、それでじゃあ私もねちょっと第一プロといろいろと話してみますよっていう話で、で当時岸部さんという社長がいらっしゃいまして、で岸部社長とね話をして、いや私はもう彼女とってもいいと思うから、ぜひ一緒にやりませんですかねということで話したんですけれども、まあやっぱりね、まあこの仕事も本当に縁ですよね。それでね、やっぱりいろんな、みんなねやっぱり事情があってやってるから、やっぱりその第一プロとは縁がなかったんだよね。それでね、やっぱりその本人もまあ秋田でね、やっぱりこうなんか小学校時代から民謡を習ってて、で地元でいろいろそのね、いろんなイベントとかあるとそういうところで歌っていたりしたわけですけれども、でね私はまあとにかくまあ何としてでも彼女やりたいなと思って、まあとにかく単独で、まあソニーだけでということで連絡して、でまあとにかく東京へはまあ仕事柄出て行かれませんと。じゃあ分かったと、じゃあもうとにかく秋田にいたままで結構ですから、それで、CBS ソニーの仙台の営業所があるんでね、仙台の営業所を事務所代わりに使ってもらって、それで、まあ、レコードを発売しましょうということでですね、発売することになったんですよ。でね、これはと作詞をね石本美幸さんっていう、まあ、すごい作詞家に頼みました。それから作曲は船村徹先生です。石本美幸先生と船村徹先生というもう大御所で、二人川っていう歌を作ったんですけれども、まあこれもねなかなかそこまで行くのも大変でしたよ。まあとにかく当時石本先生は著作権協会の、会長でしたよ。ですからね、その著作権協会の当時はね、あれはなんか虎ノ門の近くにあったのかな、まだ。そこへね私が訪ねていって、いや先生なんとかね、新人でなかなか力があるから詩書いてもらえないですかということで、それでまあ分かったって言って詩を書いてもらった。やっぱり曲は船村先生がいいなと思って、で船村先生はねいつもね、九段下にねグランドパレスっていうホテルがあってね、よくその上の方何階かな、そこにもうなんか夕方くらいからね、なんか陣取ってね、こうなんかちょっとちょびちょびと酒飲みながら、まあねいろんな方が訪ねてきたり、いろいろこう音楽の話をしたりしてたんですよ。で私がそこへ行って、で船村先生に話をしたら、まあ本人一度連れてこいよって言うんで、分かりましたっつって、まあ彼女を秋田から呼んで、
それで、そこへまた連れて行きました。おお、そうか、なかなかまあ良さそうだなみたいな感じで、ほですぐやるっていう話にならなくて、ほでもう1回くらいね、なんか2回くらい連れて行ったかな。それでまあ分かったと、なんかじゃあやりましょうと。で、先生、詩は石本美紀さんに書いてもらえますからって言って、で書いていただいて、で忘れもしないな、スタジオはね、新宿、西新宿かな、西新宿にね、あれはレコーディングスタジオがあってね、そこでやったんですよ。で当然船村先生もね立ち会ってくれて、でいい歌だから船村先生も途中でね、おお、なんかこの歌は売れそうだなとかね、言いながらやったんですけれども、で結局私がね、まだ秋田にいたままやったから、本当はね、本名は高橋真奈美って言うんですけど、私が村瀬真奈美っていうね名前をつけて、それで仙台営業所をまあ拠点にして、で CD をまあレコードかな、当時発売しました。でもね、なんかね、2年くらいの間にね、かれこれ3万枚くらい売りましたよ。まあ当時もね、程よく売れたから、まあそれでもね、やっぱり3万枚っていうのはまあよく売ったなっていう感じですよ。それである時に、私もね、やっぱりいつまでもね、秋田にいてもしょうがないなと思って、ちょこちょこ電話はしてたんだけど、まあやっぱり彼女の方も事情があってなかなか東京来れないと。である時に、まあ、彼女と一緒にやってた、ね、この三味線を弾かれてる方から電話あって、若松さんちょっとね、来てくんないですかって言って、で会津若松で仕事してるから、会津若松にね、まあ、2時くらいに来てもらえば、ね、あと少しで3時くらいには終わりますから、ということで、私が会津若松まで、その会場まで言われたところまで行って、でまあ彼女が歌ってたりしましたよ。でまあ程よくそれを聞いて終わって、でじゃあ近くの、まあなんていうの、スナックっていうのかな、当時ね、そこへその彼女と私と、そのまあ相棒の方の男性なんですけど、3人でそこ行って、でまあね、いやもう本人がどうしてもね、もう東京行くって聞かないんですよって私に言うから、じゃあ分かりましたと、もう私が引き受けますよということで、それで東京へ、とにかくお出になるということになったんですよ。で私はね、レコード会社ですので、で直感的にね、これはね、やっぱりやる人がやれば売れるけど、やっぱりやる人がやんないと、どんなに優れててもそう簡単にはね、この世界ね、こうパッと出るような世界じゃないから、力のある人にやってもらわないとね、なかなか大変だなと思って、それで私もこれもパッとイメージ的に、そうだ、これはバーニングの須藤社長がいいなと思って、それで須藤社長にお話ししまして、じゃあ本人をちょっと連れてきてほしいって言うんで、で連れて、それで赤坂のね、お蕎麦屋さんですよ、そこで、まあ、須藤社長と3人で会って、でまあお蕎麦食べながら、まあなんだかんだ話をして、ですぐ、まあ、別れたんですけれども、で須藤社長が、まあ気に入ったからやるわということになって、まあ須藤社長と一緒にやることになりました。でやっぱりね、まあ一緒にやることになって、藤あや子っていう名前になって、で私はちょうどその時ね、また社内のね、いろんな人事異動があってね、程よくね、営業の統括部長になっちゃったんですよ。だからその彼女はね、そこまではずっとねあれしたんだけど、現実問題、じゃあデビュー曲はどうするかなというところで私が異動になっちゃったもんですから、まあね、その後の作品作りとかっていうのはまあ違う方がやって、まあね、まあ、順調に今まで来てるわけでございます。まあだから、まあ、この世界もね、私もまあね、何度も話してますけど、まあ力があってもね、一生懸命やってもね、出ない人たくさんいるんですよ。
だからじゃあなんで出ないんですか、じゃあ出る人はなんで出るんですかっていうね、まあ私も前ね売れるとはっていうことで話したことありますけどね、まあねやっぱりその人の持ってる運とか縁だよね。それとねやっぱり素直さかな、やっぱり素直さがないとね運とか縁っていうのはなかなかつかめないね、いくら優れてても。だからやっぱり優れてて素直でひたすらやってると、まあ比較的運とか縁はまあ高まるっていうのか、あの強くなってチャンスが出てきて世に出る確率が高くなるということだと思います。まあ今日はそんなことでありがとうございます。